特殊兵装実験任務に参加しております。クーバのイラストリアスですわ。歌の力で愛と平和と聖なる光を。すごく素敵だと思いませんか。イラストリアス級装甲空母のネームシップ。あ、今はアイドルイラストリアスと名乗った方がよろしいでしょうか。まだまだ未熟ですけど、平和のために精一杯頑張っていきたいと思います。指揮官様、ごきげんよう。今日のレッスンは何をいたしますか。ワン、ツー、ワン、ツー。ありがとうございます、指揮官様。イラストリアス、どうしてこうバランスを崩しやすいのでしょう。今度のレッスンが終わりましたら、みんなでお茶会しませんか。タシケントちゃんたちが元気に楽しく踊っている姿を見ていると、心がドキドキしますわ。この衣装のコンセプトは、宇宙の星々と聞きましたわ。幻想的で素敵です。握手会の練習ですか。はい、よろしくお願いします、指揮官様。指揮官様、アイドルへのスキンシップはマナーを守ってくださいね。ライドーが整理してくださった任務の一覧ですわ。指揮官様、ご確認くださいませ。任務が完了しましたわ。ボーナスを確認して、次のスケジュールは何でしょう。ファンレターを読むと幸せな気持ちになりますわ。指揮官様もそういうご経験はありますか。あら、指揮官様、私たちの新曲、よければお聞きになりませんか。委託組が帰還したようですわ。ビクトリアスに取り寄せていただいた衣装の生地はどこでしょうか。輝きだけでなく、歌声もより遠くへ伝わりますね。平和のための歌を。私たちのステージは光満ち溢れる場所ですもの。歌の力だけでは足りないのでしょうか。歌で光を届けますわ。光を弱めるわけには。どうかイラストリアスの歌で指揮官様が元に戻りますように。アイドル活動の予習としてフォーミダブルの音楽コレクションを借りて聴きましたわ。ちょっと騒がしいですけど、力強くて耳も体も激しく。そういう方向性とは違うですか。指揮官様のご助言でコメットちゃんたちの曲を聴いてみました。優しいメロディー、心を癒す歌声。アイドルは本当に人を笑顔にするのですね。みんなと一緒にレッスンしてきました。私、優しい歌だけじゃなく、元気でかっこいい歌も歌えるなんて、指揮官様のおかげですわ。愛と平和をもたらす歌。そして踊りが織りなす最高のステージ。イラストリアスの輝き、どうか指揮官様に届きますように。指揮官様の期待と応援、そして思い、すべてを受け入れちゃいますわ。だって、ステージの上のイラストリアスを見ていた指揮官様の目、あんなに幸せそうですもの。